はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。10代くんのストーカーです。本日なんですが、ユベルというね、史上最強モンスターを活躍させていきたいと思ってデッキを組んできました。このモンスターはですね、どういうモンスターか皆さんご存知ですか？まずね、戦闘では破壊されないっていうぶっ壊れ効果、そして攻撃表示のこのカードが攻撃対象に選択されたら、相手のモンスターの攻撃を反射するっていうぶっ壊れ効果を持っています。で、自分が破壊されると、ユベル出すアブシェリヒリッターを出せます。で、ユベル出すアブシェリヒリッターはなんかフィールドが離れると、ユベル出すエクストレームトラウリヒドラフェを出せるっていう、まあそういうギミックになってるんですけども、今日はですね、このユベルをどうしても活躍させたくてデッキを組んできました。で、あのギミックなんですが、まずですね、ユベルを出すギミックと、あとユベルに攻撃をさせるギミック、この2つが必要なんですよ。まずこいつがそもそも棒立ちで立っている状態で相手が殴ってくるわけないんで、あの攻撃をさせるギミックが入ってます。まず攻撃をさせるギミックは2つで、まず1つ目が立ちはだかる強敵。これは、相手のモンスターの攻撃宣言時に自分のヒードのモンスターに攻撃を全部させるっていう、全モンスターで攻撃させるっていうカードですね。だからこれをユベルに打ちたい。それから、流星の極み、これは攻撃可能な相手モンスターが攻撃しなければならないっていう効果があるんで、これでユベルに攻撃させるっていう。で、あとはユベルを蘇生するギミック。ユベルを蘇生するギミックは、リビングデッドの呼び声、それから、リミットのリバース、それから、デーモンの呼び声っていう、この、まあ、3種類になってます。まあ、デーモンの呼び声がめっちゃ強くて、これ好きなタイミングでユベルを呼び出せるんで、これが一番強いと思ってますね。で、これを、サポートするモンスターたちをいっぱい入れてまして、例えばですね、デスガイド。これは、クリッター出してきて、で、ケルビーニに、リンク召喚しながらケルビーニ効果で、マサイの選手を墓地送ってユベルを墓地送るとか、マサイの選手を墓地送ってトリックデーモンも墓地送ってデーモンの呼び声をサーチするとか、まあ、こういう動きができるんで、これをガン詰めしています。で、クリッターでもちろんサーチできますから、ユベルは、ユベルをサーチしてきて捨てるようにディノミスクスとか、それからユベルフェルト上のユベルを破壊するように破壊モンスター、まあ、ラキアとか、アルファとかサラナとか、こういうモンスターが入ってます。で、破壊モンスターってレベル8以上の悪魔族のモンスターがエースモンスターになってまして、まあ、マガタマとかこの、まあ、早期の破壊神がそうなんですけども、これもデーモンの呼び声で蘇生できるんですよ。これがね、非常に相性がいい。で、ゲンマ王ラビエル展開蹂躙剣でフィールド上のユベルをリリースしてこのカードを回収すると、一生ユベルを出し続けるっていうデーモンの呼び声で、こういうコンボができるんで、これも1枚入ってるっていう感じですね。で、エクストラデッキはケルベニーとかこの辺のキーカードがいっぱい入ってるのと、あとは、まあ、破壊モンスターがいくつか入ってるっていう感じになってます。動かし方は見ていただければ分かるんですけども、まあ、ランクまではちょっとさすがに勝てないですけども、勝てないというか、まあ、勝てることもあるけど決まんない、そのユベルを反射するのが、ね、今回はルーム戦で対戦してる様子でございますんで、ご了承ください。デュエルスタンバイ。なかなか愛届けんのむずいな。相手に俺の愛分かってもらうのめちゃめちゃむずいわ。ちょっと熱っ、エアコンつけよう。もうそろそろエアコンの季節がやってまいりましたね、皆さんね。もう5月の、私はもう今現在この撮影日現在5月の8日なんですけれども、これ当たり前に弱えな。これセットな、セットエンドなんじゃないかこれ。弱っ、まあ、こういうデッキですよ。イニシエコンボなんでね、まあ、イニシエコンボでもねえか、破壊デッキ入ってっから。おっと、なるほど、何イニシエの呪文、てめえ。よくねえことを考えてるな。よくねえことを考えてるな。イニシエの呪文。よくないことを考えていそうだな、このデッキは。おっと、ウォーのよく死ぬ竜がサーチされたぞ。来た、これ。おっと、相手も遅い。これ、相手も遅そう。相手めっちゃ遅そう。なるほど。まあ、私のターン、ドロー。あー、クソいらねえカード来た。バカみたいにいらねえカード来た。これ、まあ、反転召喚する。自分の動きしたい場合はですね、これ強引にリンクスモンスター立てに行くしかないですよね、これね。まあ、これで、まあ、レベル3のモンスター2体でリンク召喚していくしかないかな。ケルビーニですね。で、ケルビーニで初動の動き、まあ、ていうかそもそもですね、愛をお届けするモンスターを墓地で送らないと始まらないんで。さあ、シーカーの黒天使、ケルビーニをリンク召喚。そして、ケルビーニの効果発動。ケルビーニの効果により、俺はマサイの選手を墓地に送っていくよ。で、マサイの選手が墓地へ送られた場合の効果を発動。マサイの選手は墓地へ送られた場合、悪魔族モンスターをデッキから墓地に送ることができる。これによって君には僕の愛を、僕の愛をお届けしよう。
君が悪いんだよ君が悪いんだよ。さあ行け、ケルビンにアタック。グリッター来た。さあ相手もなかなかに遅えぞ、なかなかに遅え。ファントムオブカオス、やべえモンスターが刺された。出た、あれはインフェルノイドと組み合わせてなんかあのなんかファンカスノーレダスとかいうなんか謎のコンボで知られたことはあるぜ。いつだったかな、メタルリフレクトスライム、やばい、クソ強いモンスター来た、最強モンスター来た。メタルリフレクトスライムは一体で融合召喚をできるモンスターがエクストラデッキに入ってるはずだ。ゴッドスライムというモンスターはレベル10のなんか水族モンスターを墓地に送るとゴッドスライムは融合召喚ができる。そしてゴッドスライムはラーの抑止竜をアドバンス召喚する場合3体分のリリースにできる。そしてイニシエの呪文は、このターンラーの抑止竜、まあいや棒の抑止竜が、アドバンス召喚された場合リリースされたモンスターの打点分棒の打点をアップする効果を持っている。何ラーの抑止竜の効果、ライフポイントを7900支払い、やばいやて1900、うわリミットリバースの効果はそう、リミットリバースの効果によってユメルを特殊召喚。さあどうする、殴るか、まあ、ユベルに殴っては来ねえだろうけどな、ユベルに殴っては来ねえだろうけどケルビーニは殴るだろう、殴ったら勝ちだぜケルビーニを。バカめ、攻撃宣言時立ちはだかる強敵を発動、立ちはだかる強敵によってお前はユベルを攻撃しなければならないんだよ。さあ僕の愛をお届けしよう1万900ダメージをくらえ、うわー、よっしゃゲー起きた。なんか皆さんエンジョイデッキって結構作ってますか？なんかこのゲームほんとランクマしかないからさ、基本的に遊ぶところがなんかエンジョイ系のデッキ作ってもなんか回すとこマジでなくないで、多分ねコナミもねルーム回収とかしてるから多分ねもうねやる気ないんだよ、あのフリー対戦とかカジュアル戦を設ける気が。あ、多分ねルーム戦で頑張ってくれっていうことなんだけどさ、ルーム戦ってそんな方に気軽にボタン押してさ、なんかその対戦相手が見つかるわけじゃないじゃん。マジで、ね、まあ、僕はあのコミュニティ持ってるんですよ、竜の幹部会っていう コミュニティがあるんで、まだいいですけど、なんかコミュニティとかない人はさ、まあ、どうやってこういうデッキをなんか回してるのかなっていうのすごく気になるよね。うん、回すところ、回す場所、こういうデッキを楽しんでなんか回す場所ないんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか皆さん、楽しいですか遊戯王マスターデュエルは。一生環境デッキ回してるのもまあもちろんね楽しいっていう人もいるでしょうけど、まあそういうのだけが遊戯王じゃないと思うんでね、まあちょっとそういったデッキをね回す場所をねぜひ提供したくて、僕は竜の幹部会っていうまあとこ開いてますんで、まあ皆さんもねよかったら興味がある方はぜひねご加入お願いしたいという話ですよ。でこれ何ですかこのモンスターは。あ、ファーファレルだる抜けねえ、やべ、お友達やった、お友達でしたね、悲願界のお友達でした。セットまあこれでターンエンドか、まあ、ゆっくり行きましょうよ。遊戯王ってねもうちょっとゆっくりやると楽しいんですよ、皆さん知ってますか。先行制圧と高校ワンキルだけがね遊戯王じゃないですから。なんか相手弱えな、おい相手クソ弱いぞ、それはそれで弱すぎるんじゃねえか。まあ一回デスガード行くか。まあそろそろねユベルを出せる準備をしておきたいといったところですね。で、クリッターを特殊召喚していく。このデスガイドってモンスターはね非常に優秀ですね。まあちょっと一回ケルビーンの効果使おう。ケルビーンに効果使ってマサイの戦士墓地送って、でマサイの戦士をが墓地送られたので効果発動して、でデッキから墓地に送るのはそうもちろん双極の破壊神。ユベルどこ行ったんだユベルどこ行ったやねんっていうね。さあデーモンの呼び声の効果を発動していくぜ。デーモンの呼び声の効果により俺は手札に存在する悪魔族モンスターを墓地の送り、墓地の悪魔族のレベル5以上のモンスター相対を特殊召喚できる。現れろ双極の破壊神。そして双極の破壊神の効果発動。双極の破壊神の効果によってサラマは墓地の送り、お前のモンスターは破壊させてもらうぜ。さあファーファレルの効果発動するんだな。ファーファレルは墓地を食らえると一時的に相手のモンスターを除外するという効果を持っている。何双極の破壊神か、まあいいだろう。そして俺は、まあ、ここは一回ライゴを出します、かっこいいから。
まあ、かっこいいからっていう理由だけでライゴだぞ。俺はケルベーニとクリッターと魔界初厳選行きデスガイドをリンクマーカーにセット。サーキットコンバインリンク召喚破壊総応心ライゴー。そしてクリッターの効果発動。クリッターの効果によって何らかのモンスター相対を手札に加えることができる。とりあえずマガタ持ってきておくぜ。まあ、一旦ライゴーでぶん殴るか。やることねえから。いけライゴー。うわー、なんかあるぞ。なんだ、なんかあいつ攻撃宣言になんかあったぞ。なんの知恵だこれ。とりあえずメイン2からエンドするわ。で、エンドフェーズ、ライゴーの効果発動しない。そして、双極心が戻ってくる。OK! さあ、やべえモンスターがいっぱい登場してるぜ。これでちなみに、あの、悪魔の呼び声で、ユベルはフリーチェーンで蘇らせられますからね。ええ。これ最強ですから。あ、ちなみに、もし万が一、あえうわぁなにまあ、そんぐらいよしやろ。ライゴはおとりだ。現象召喚 バカ。それは史上最強の儀式モンスターベイの儀式召喚するために使うカード。あ、ちなみにあのエースモンスターこんなモンスターじゃないので僕のデッキのエースね。おっとベイルが来たぞ。ベイのやべえんじゃねえか。さあベイルの効果はどう。ベイルの効果で手札のあ最強コンボしようとしてるやん。脅威するブラッドソウルリリースして、双極の破壊神をパクロってか。出た、イニシエより伝わらしいブラッドソウルベールコンボ。で、ベールのここで、ブラッドソウルは回収できる。出た、イニシエより伝わらしい相手のレベルを3にしてからパクるコンボ。めちゃめちゃ強い。バトル、オッケー。これあれ、大丈夫なのこれ殴れなくね。あ、ジュラゲド、なるほど。ジュラゲド効果。ほう。ジュラゲドって何するんだっけ。なんか、伊達アップする効果あるのか。あ、伊達アップする効果あるのか。なるほど。で、4000にしていくってことか。あー、なるほどね。やるじゃん。なかなかやるな、あいつ。さあ、ダイレクトダック。攻撃宣言値。デーモンの呼び声を発動。デーモンの呼び声の効果により、俺は手札の悪魔族モンスターを墓地に送り。俺ってか、僕か。僕は悪魔族モンスターの魂を墓地に送り。現れよ。僕自身を特殊召喚。さあどうしますか。殴りますか。まあ殴れませんよね。残念でしたね。このモンスターは戦闘では破壊されないっていう最強の効果を持っているんですよね。なるほど。まあとりあえず一回このユエルぶっ壊しますか。行きましょうラキアさん。そしてラキアさんの効果発動。フィールドのカードを1枚を破壊することができる。これによってユベル自身を、僕自身を破壊。そしてユベルが破壊された場合、ユベル出すアブシリキリッターをデッキから特殊召喚。現れろユベル出すアブシリキリッター。来た最強。まあ今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるか。残念だったらターンシーローだ。さあエンドフェイズだぜ。さあユベル出すアブシリキリッターの効果を発動していくぜ。これでフィールドのモンスターが全て破壊され、そしてラギアが破壊された場合、デッキから戦いモンスター相手を特殊召喚することができる。これによって現れよアルファ。そして双極の破壊神の効果も発動するぜ。双極の破壊神は墓地より特殊召喚エンドフェイズすることができる。うおーつえーつっつえー、なんていう強さだ。これが破壊ユベルの暴力。なに、うわぁユベルくんタイミング逃しすぎ。ユベルくん、ようタイミング逃すんですよね。さあ、アルファを、なるほど。おっと、アルファをパクられてしまった。まずいな。デーモンの呼び声の効果を発動。デーモンの呼び声の効果により、もちろん、墓地から僕自身を特殊召喚。手札に、から墓地に送るのは、マサイの戦士。そして、マサイの戦士が、効果で墓地を送られた場合、効果発動。効果でっていうか、まあ、墓地を送られた場合の効果を発動。これはまあ、なんでもない、トリックデーモンでいいか。トリックデーモンを墓地の送り、トリックデーモンの効果発動。トリックデーモンは効果で墓地を送られた場合、デーモンの呼び声をサーチすることができる。よーし。残念だったね。さあ、あとはもうなんか、ユベル全然仕事してねえから、これアタッカーを用意するしかねえか。
まず破壊同士サラマを召喚、そしてサラマの効果発動。サラマの効果により墓地で存在する破壊モンスターをセットし直し、そしてフィールドのカードを1枚を選んで破壊することができる。これによってラギアを特殊召喚し、もちろん破壊するのはユベル、僕自身を破壊する。そしてよくもやってくれたね。ユベルの効果発動、ユベル出す、アブシェルキュレターを特殊召喚おりゃー。そしてフィールドのモンスター3体をリリースし、現れろ、幻魔王ラビエル天界十人剣バトルフェイズ。さあバトルフェーズに入っていくぞ。さあ総局の破壊神でアタック、そしてアルファが破壊された場合の効果発動。アルファを破壊された場合、デッキより破壊モンスター一体を特殊召喚できる。現れろ総局の破壊神強い。対戦ありがとうございました。ユベル今回は反射できなかったけど、まあ動き方は見せたからいいだろう。これあれですね、低速デッキの中では結構楽しい方ですよね。準備にちょっと時間かかるっていうだけでやっぱね、決まると楽しいね。ユベルってさ、もうデーモンの呼び声で一生蘇ってきて戦闘なんかしてないからさ。ちなみにスキルドレインとかそういうね、カードが入ってるのはガチ環境とかだと、もうマジで何もやることないですし、あとユベルって結構デッキで戻されるとマジでやることないんで、結構デッキで戻されることあるじゃないですか。今トロイメアニコーンとかああいう顔でね、簡単。あとひたすらに破壊されてくるやつ、アクセスとかで普通に2回破壊されたら終わりなんで、ユベルって。だからユベルを活躍するのは多分ランクマンだと、まあほぼ無理なんですけどやっぱね、こういうねデッキをね回す場所はやっぱね大事だ ね。イゾルデ、はい、なんだこれ、なんかアルティメットソリティア始まるかも。これクソ長えな、こいつソリティアめちゃめちゃ長えな。あ、ドボロジックボマーザーか。それはリボルバーさんの最強カード。そいつはリンク先のモンスターが特殊召喚されると、なんかメインモンスターゾーンのモンスターを全部破壊するっていう効果を持ってるぜ。エンドフェイズ何？サクリファイスロータス何？サクリファイスロータスまずい。サクリファイスロータス、うわー、なんかエンドフェイズに無限に持ってくる。さあ、トリックスターフォクシーウィッチ、はあ、誰やお前。あ、トリックスタースイートデビル、知らねえな。ロータス、あもしかしてこのコンボは、このコンボはもしかして無限200バーコンボやな無限200バーコンボやな。出たこれ、やばい。え、もしかしてさ、俺このライフ8000が全部200バーンで削り切られるまで待機しないといけない感じ、これもしかして。え、これあと何回これちょっと何回、え、8000割る200って40回じゃない。いやバカ投げ、バカ投げ、マジでバカ投げ、ちょいい加減にしろお前、お前から付き合ってくれたら感謝しろよお前、マジで